瀬戸内海に面した玉野市玉野市は、岡山県の南端、瀬戸内海沿岸に位置しているし、港湾都市であり、宇野港より、香川県直島、小豆島方面へのフェリーが出ている。また、宇航連絡船や宇航航路のカーフェリーが、香川県高松市とを結び、四国への玄関口として栄えた、玉野市中心部周辺の空中写真。 2007年8月18日撮影の18枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。所在地名はいずれも玉の市内。三井 E&S 造船玉の事業所に係留されていた、テクノスーパーライナー漁業農業、専門学校高等学校中学校、小学校宇野駅なお、 1953年から1972年には、玉野市営電気鉄道も市内に存在した。一般国道主要地報道高速道路を用いて、玉野市にアクセスする場合、筑母郡林島町にある、林島インターチェンジを利用することになる。宇野高高路玉野市宇野は、漁師町であり港町。高路により、四国、高松方面、小豆島、直島など、 瀬戸内海の離島との航路がある。渋川海外ケーブルテレビ地上波テレビ、放送 FM ラジオ放送 AM ラジオ放送その他受信可能な県外局、埼加東吉が1911年8月に事業許可を受け、9月に東小島電機を設立。発電所を宇野村に建設し、1912年7月に事業開始。供給区域は、 小島郡日比町、長崎村、八浜町、菅野浦村、小串村、り立村、山田村、胸城村、宇野村、庄内村。1920年11月美作電機に事業上と、宇野は玉野市の一部で岡山県唯一の貿易港を持つ地域。過去に四国の高松市へ向こう連絡船が出ていた。また、並行して、 宇高航,航路という一つの自治体となった。1909年築港が完成し、翌1910年に岡山駅からの鉄道線である宇野線、そして高松への航路である宇高連絡線が開業した。2010年の市政70周年を記念して、玉野市出身の漫画開始被災地の漫画の登場人物である野野ちゃんが玉野市の公式イメージキャラクターに就任した。 着ぐるみも制作され、ご当地、キャラクターイベント等では、他の自治体のマスコットキャラクターと同じ扱いで出演している。さらに、広報玉野では特別編、玉野のの,ののののちゃんを連載中。地元の商店街では、ののちゃんが住む町として、町おこしを行っており、石井の描いた漫画原画等を展示する、石久一展覧会も常設されている。ありがとうございます。